世ののぼりじゃないし、落ちたこの世のかけらじゃないし、地球が垂らしたクソでもないし、まさか幸せのせいだ、白い季節じゃないだろう。ゲップで買ったテレビに誘われ幸せだからと手を叩き、悪の季節を恋の季節にすり替え、慣れてまた会う日まで空に太陽ある限り。
何を壊す白い雪のような友情のシーツにアイロンかけても寂しいオイラのシミが残るシミが残るわめけガスコンロ身ごもれこけしよ歌え漬物よ死ぬなミミズ寂しい男一人黙って立っているのですさゆりの写真をポケットに両手置きどころなく肩の吹け飛ばす書き食えばぬかるみの中この寂しい男一人黙って流れていくのです縮んだチンポ抱いてほっぺたあからめてかわず飛び込む水の音君が行く道の月は明るく星きらめく中この寂しい男一人黙って泣いているのです打ち明け話はただ一つ好きなのだ好きなのですでも言えないのです君が行く道の暗い夜更けの路地裏でこの寂しい男またも一人黙って飛びかかる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 あら海や里に横たわな娘の親ならばお前の下で泣いているまだ花咲かない娘子の着物を着せて返してやれよ「お前の
娘もどこそこで、お前が今したこのこと、いつ誰それにされてたと聞いたら、お前も怒るだろうよ。お前も人から生まれたら、死ぬまで鬼にゃなれねえよ。なぜ人様の幸せを羨むことだけするのかい。なぜ人様の幸せを羨むことだけするのかい。と出会った朝に、呉服屋の2階から眺めた空は、おでん屋の女将の腰つきのように、なんと優しさに満ち溢れていたことだろう。おいらが眺めた空はパンティーストッキングのように透き通ってはいたが、バーゲンセールの値札がついていて、ちり紙とも交換できなかったんだ。ちり紙とも交換できなかったんだ。それをただ単に青春の挫折と呼んでみて、涙船に乗って村へ帰ったが、八百八お七の腰巻きのように赤く燃え落ちていたんだ。赤く燃え落ちていたんだ。怪人二十面相の幸せはいくら化けても一つだったんだろうか。愛と死を見つめたその瞳で、吉永小百合は何を見つめ続けていたのだろう。見つめ続けていたのだろう。結構仮面が見落としていった正義を、クラマテングの覆面が包んでしまって、そしておいらが眺めた空はパンテーストッキングのように透き通ってはいた。バーゲンセールの値札がついていて、ちり紙とも交換できなかったんだ。ちり紙とも交換できなかったんだ。痛い
痛い血が止まらないあんた許して、なぜ私を刺すの、なぜ私を殺すの、好きだから、人に取られたくないから、私はあんたの言う通りに生きてきた、それなのになぜ私を刺すの、なぜ私を刺すの、なぜ私を殺すの、あんたの浮気を責めたのが、そんなに悪いのもう言わない、だからしてないで、だからしてないで、殺さないで、だからしてないで、殺さないで、ジプシーローズは酒に溺れて好きな人に抱かれて死んだ、マリア・マリは舞台で死んだ、やはり好きな男に抱かれて、私だけがこんな狭い楽屋の隅で血にまみれて死ぬのは嫌だ、死にたくない、死にたくない、あ血が止まらない、あんた好きだと言って、せめてせめてせめて一言好きだと言って、言ってくれたのね、嬉しい、好きなのね、早く逃げないと巡査が来るわ、逃げて逃げて逃げて捕まらないで、逃げて逃げて逃げて捕まらないで、好きだと言ってくれた、ああ死にたくない、週刊雑誌を見ていたら恐ろしいことが分かったぜ、間の平和だの抜け抜け言ってやがる、間なんてただ単にやりゃ片付くもんだ、平和だなんてただ単に殺せや片付くもんだ、おまんこに指突っ込んで、そのタラタラした指で V サイン作って何になる、青春は美しいもんだなんて教えてくれた人は恐ろしい人だぜ、だからといって何も俺ら美しい生活なんてしたくはないさ、何も俺ら元気で明るく生きたくもねえさ、僕ら悲しんだ、元気で明るくみんなで一緒に生きていこうと言ったところで何になる、何になる、哲学だの芸術だなんて恐ろしいもんだぜ、表現だの想像だの抜け抜け言ってやがる、たかが言葉のオリンピックじゃねえか、たかがたかがでたかがじゃねえか、富士人子や高倉健を芸術で語ったとこで何になる、何になる、向こう側でおいでおいでしているのはエンマ大王、その他ごめん、来るのは昭和の大飢饉、来るのは来るのは昭和の大飢饉、
後ろ向いたら早すぎたのです。生まれてきた時泣きました。落ちて誰を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 頑張りましょうと言えないのがとても残念です。だから心が痛むのです。40円の
栄光は明日のジョーにもなれないで、夢は夜開く。八百屋の八百屋の裏で泣いていた子供を背負った泥棒よ。キャベツキャベツ一つ盗むのに涙はいらないぜ。四畳半のアパートでそれでも毎日やるものはヌード写真に飛び散ったカルピス吹くことよ。赤ちょうちんに人生論やけにやけに気に悲しく釣り合うがコップ一つの幸せをなんで飲み終わる。生まれ故郷のこどまりじゃ今日もしけだと言っている。現金書き留め聞いたとい走る妹よ。本当に行くと言うのならこの包丁で母さんを刺してから行け、刺してから行け。行くのならそんな日もあった。歌っても開く夢などなるじゃなし、まして夜など来るじゃなし。夢は夜開く。里へ帰ったら誰か迎えに来るだろうか。ふるさとへ帰ったら誰か止めてくれるかな。かわいい妹や弟を捨てて逃げてきた。探しているだろうな。今頃泣いているだろうな。今頃祈っているだろうな。おふくろ、俺が間違ってるのか。ふるさとの山や川今も花は咲いてるか。ふるさとの山や川今も鳥は飛んでるか。さびれていくだけの俺の胸
ら捨てて逃げてきた。それでも海は青すぎて、それでも夕日赤すぎて、それでも夜は暗すぎて、おふくろ俺が間違ってるのか。ふるさとのあの人は誰に嫁いでいくのかな。ふるさとのあの人は前より綺麗になってるだろうな。さよならした日はあの村に虹がかかってた。本当はお前が好きだった、本当はお前が欲しかった、本当は抱いて見たかった。おふくろ俺が間違ってるのか。
目を覚ましたら隣の部屋で泣いていた。お母ちゃんの声だ、お母ちゃんの声だ。二つの体がよく見えた。白い体がよく見えた。枕元にくしゃくしゃの千円札が一枚。枕元に赤いお母ちゃんの腰巻き。隣村の村長さんがお母ちゃんを抱いていた。泣いてる母ちゃん、辛いからか。泣いてる母ちゃん、悔しいからか。母ちゃん泣かないで、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 母ちゃん泣かないで。気が狂いそうだよ。授業終わったらな、カルネドールで待っているからな。カルネドールで待っていたけど来なかった。白いコーヒー茶碗指で回してみた。明日の十時にな、つるつね書店で待っているからな。つるつねで待っていたけど来なかった。80円の平凡パンチ買って下宿で読んだ。卒業してからもな、付き合ってくれよとな。ロータリーの信号のとこで言ったけど逃げてた。赤青黄色と変わる信号のように、あの子の心もいつか変わっていく。
一年ぶりにな御所が笑い帰った時にゃなレストラン富士の2階で食事した本当は私も好きだったのよと言われたけどな今日の夜行で東京へ帰るもんなもう遅かったものな三年ぶりにな御所が笑い帰った時にゃな主婦の店の路地であの子に会ったあの子によく似たな女の赤ん坊を連れてな買い物してた声かけようかなとな声かけようかな声かけようかな声かけようかなとな思ったけどやめた東京へ帰ってきてからな新宿の焼き鳥屋でな飲んでいたらな隣のおっちゃんが声かけてきたあんた津軽だってなあんた御所が荒いとこだなってなたまらなくなって外へ出たな空は寒くてなおいらの心も寒くてなみんな冷たかったなたまらなかったな寒かったな盗みに赤い爪を光らしてよだれ垂らして地べたに這いずり夜の来るのを待っていたさ夜の来るのを狙っていたさ青森県北津軽郡東京村じゃ
頭割られたお地蔵様が札束数え、夜の酒場でヒーヒー、連れ込み旅館でヒーヒー、地域の涙を流していたさ、地域の涙を流していたさ、あー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 、そこらの男と違い、父さんいい人だった。去年の春にゃ手土産持って元気に帰ってきたものが、ワイカツクツ女子じゃ、カツクツドスじゃ、ワイカツクツドスでマネじゃ。スルメかじって冷や酒飲むのが父さん人だった。酔えば戦争の話をしてた。いつもは無口でいたのにな、ワイカツカツどうしてや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 、ワイカツカツどうしてマネてや。娘が学校に入るときは慣れないネクタイ結んでた。夜でも潮風受けて黙って海見ていたもんな。ワイワイカツカツどうしてや、ワイカツカツどうしてや、ワイカツカツどうしてや、ワイカツカツ、ワイカツカツどうしてや、ワイカツカツどうしてや、ワイワイワイカツカツどうして、ワイカツカツどうして、マネじゃ。